なんか肩バッグでも見る？バッグの紹介しますか？はい、しますか。バーバリさんのバッグです。開けるとすごいね、使いやすいの。クリスチャンディオールのバッグなんだけど、肩バッグでも見る？そうですね、4つたちそれ見たいよね。はい、わかった。じゃあこの夏、夏だよね。はい、夏買った新作バッグ。バッグの紹介しますか？はい、しますか。ヨンズ見たいかな。これも最近のだね。これいっぱい中入ってるけど、アレクサンダー・マックインのバッグです。じゃん。こうやって白黒のものがすごいなんかシンプルで可愛いなと思って、開けるとすごいね、使いやすいの。これどう？可愛いです。てかヨアさん、なんかあれですね、若くなりました。なんか幼く見える。嬉しい。本当、私今日ね前髪失敗したんだよね。なんか今日すごい。どうしよう、たけし雲だよ。なんかめっちゃ髪の毛伸びたからかな。いやいや、髪の毛伸びた。髪は伸びたよね。だこうやってなんかこういう黒白とか着るとき、これクリーニングから帰ってきたみたいな。こういう黒いトップスとか着るときに、夏重くならないようにこうやってやったりするとなんかいいなと思って。まあ僕は分かんないです。じゃあこれはすごい愛用してます。ね、可愛らしいですね。ね、うん、結構小さいけど中がね物が入りやすいし、なんか私結構子供が生まれてからこうやってすぐ物出せるバッグとかがすごい好きで、これ愛用してます。はい、今日届いたバーバリさんのバッグです。タグもまたついてる。このバッグはバーバリさんの新作です。なんか色が可愛いなと思って、今ちょうど秋の洋服の撮影が始まったんですね。なのでちょっとそういうものにも合わせやすいなと思ったのと、この形がすごいこうやってちょっとこう変わってるから、こういろんなスタイリングにこうアクセントでポイントで、なんかどうこれ、うん、すごい弱さのカラーですよね。本当、うん、お湯色大好きなの。あとこれもそのもの結構取りやすいなと思って、うん、綺麗な色、うん、綺麗な色です ね、 ね。これもこれ何で合わせたらかわいいんだろうね。なんかこういう色物とか着るときとかもいいかもね。ピンクとかで、かわいい。ピンクとベージュ超かわいいんですけど。いや、かわいいです。かわいい、うん、ピンクとベージュ。なんかこういうちょっとこうピンクってかわいすぎる洋服の色のときは、私結構大人っぽい色合わせたりするの。なんか黒とか白とか、そうするとこう子供っぽくならないからすごく好き。そのピンクを着こなせるのは多分4話さんぐらいじゃないですか。いやいや、そんなことないよ。結構勇気いりますよね。あとは何買ったかな。こっちもいっぱいありますね。これも新しい柄でクリスチャンディオールのバッグなんだけど、じゃーん。なんか歩いてたらみんなにおいバレバレ。名前そう、名前を入れられるので、これね、私ね前のこれこのサイズを持ってったんですよ。かわいいでしょ、名前入りだ。そうで、これはすっごいすっごい愛用してて、ほんと子供いるとすっごい楽なので、これが今回一回り大きいサイズで、見て全部刺繍なの。すごー、すっごい素敵。これはディオールさんからギフトでいただいたバッグなんですけど、なんかこれ持ってるとみんなに可愛いって言われる。めちゃくちゃおしゃれですね。ねえ、めちゃくちゃおしゃれ。なんかポイントになるよね。なので、なんか例えば、まあ、秋とかね、秋って言えばなーに、栗ですね。秋って言えばトレンチコートですよね。トレンチコートとかこう着ると色がもうなんかこういう感じじゃないの時に、こういう柄のもの持つと楽しいよね。あ、かわいい。これ秋やろ。アイヨンガ。これもまたアレクサンダー・マックインなんですけど、私最近アレクサンダー・マックインが好きすぎて、なんか見て、これはちょっと洋服になるけど、めっちゃ可愛いの、ほら。これこの前一目惚れして、
これもう本当に可愛いよね。でアレクサンダー・マクイーンにハマりすぎて最近、これねキャンバスの素材で、やっぱり夏私あんまりキャンバスの素材のもの持ってないなと思って、なんか結構こういう素材って可愛くなりやすいなって、なんか自分の勝手なイメージであるんだけど、こういうなんかこう持ち手がこうシルバーだったり、このところが赤だったりしてるところがなんかすごく攻めててかっこいいなと思ってこれを選びました。どう？かわいいよね。たけし君とファッションとの全然面白くない全然褒めてくれないやん。なんて言えばいいか分かんないんですけど、これ女性もののちょっと女の子呼んでちょっとどうしましょう。かわいいとかがないじゃん。これ喋っていいんですか？喋ってよ。助っ人登場です。あ、ちょっとうちのナリンの、私立ち上げたブランドの、はい、ジュエリーの、一緒にやってくれてるおーちゃんです。おーちゃんこれどうですか？かわいい。ほら、え、こんなの持ってました？こういうのね、たけし君今ね、ちょっとあ、かわいいです。てか、ヨマさんなんかあれですね、若くなりました。なんか幼く見える。嬉しい。じゃあバッグの紹介でもしようって言ったら、うん、いいじゃないですか。クールだったんですね。可愛、うん、いです。こんなんありました？ね、こうやってね、キャンバスの生地なんだけど、いいですね、こうやって持ち手がちょっとこうね、うんうん、あ、いい、攻めてて、どっちでもいけるんですね。ね、いけるよね。可愛 い, 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 い。で、おーちゃんの靴下、私が買ってあげたミッキーマウスの。かわいい、めちゃくちゃ似合います。あ、本当ですか？これ、はい、お湯です。あ、かわいい。どんだけ出てくるんですか？ねえ、カバン屋さんです。カバン屋さんですね。もうこれ使ってるんですか？こっちはこれまだ使ってないのよ。で、こっちも使ってないじゃないですか。これあのね、私四女たち公開するかもしれない、撮影で使わなきゃいけないんで。なるほど。そうです、そうです。かわいい感じです。あと 何紹介したらいいかな。バッグ、一番高かったバッグって何ですか？あ、いいですね。最近買ったもので高かったやつ、はい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 、あ、これは高かったかも。ほら、わ、かわいい。これは全然自分のもの見に行ったわけじゃなくて、うんうんうん、汚い？大丈夫？こういうの取ろうってしてなかったから整理してないこれは本当にね、旦那さんのバレンタイン買いに行った時にうんうん、うん、これが置いてあったの、こうやって。あ、かわいい。で、ここが光ってたの、うん、シャン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 。買ってーですね私を見てね、見たらこれやばいと思って。見て、かわいいでしょ。めっちゃかわいい。こんなん見たことないんですよ、ね、なんか本当にあんまりないみたいで、友達ももうパリとかにもなんか連絡して、もうすごい、なかなかないって言われて、最近買ったものでは高価だったのかな。あとこれも、あの、私すごい好きなベルボ、これはこの形が私大好きなので、白も持ってていいないいな。じゃあおーちゃん行こうこれがすごい好きなの。かわいい。なんか使いやすいし、楽そうですよね。楽なの、うん、ほらこうやって開けて、ここがね、うん、楽そう。いつも見てて、めっちゃいいの、ね、で、なんか大人っぽいが洋服にも合うし、なんかカジュアルにもいけるから、うん、このデルボのシリーズはもう今ピンクが新しく出たらしい。またいい色ね、いいですね。なのでこれすごい好きです。こっちの上にあるバッグとそっちの棚に入ってるバッグの差は何なんですか？わ、本当だ。ここは小さいバッグ。ああ、なるほど。ちょっとあのいろいろ。はいはいはい。すごい数。すごい。見せられます。すごい使ってるよね。うん、持ってますね。これはでも紹介したね、結構。うん、あっちにもこっちにもさ、売るどんだけどんだけいやいやどんだけ何個出てくるんですか？どんだけこれすごい。だけどどのバッグ手に取っても。はい、結構 ね、私心配性で今どこにでもね、ね、しなきゃいけないんで充電しましょう。おーちゃん来てよかった、ほらずっとこれで、ね、どうとか言って
てん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 。いや、俺ただの一人の自慢の自慢かいじゃんこれ。ヨンズに言ってんのかと思ってて。結構もうこんなのもあんなのも。あ、やったんですね。そうなんです。そうだったんだ。はい、撤収。携帯ちょうだい。ん？携帯ちょうだい。携帯